こんにちは、ネックス工業へようこそ。日本の自動車業界の巨人であるトヨタ自動車は、自動車の研究はもちろん、それ以外の分野でも裾野を広げ研究開発を行っています。特に持続可能な社会の形成を見据えて、環境あるいはエネルギー、バッテリーに関するテクノロジーは注目を集めます。今回フォーカスするテクノロジーはファイバー電池というもので、簡単に言えば糸状の電池です。このテクノロジーはトヨタ中央研究所という研究機関が開発したものです。非常に有益なテクノロジーとして期待を集めるファイバー電池とトヨタ中央研究所についてフォーカスしていきます。トヨタ中央研究所とは、株式会社トヨタ中央研究所は自動車関連技術の研究開発を目的として1960年にトヨタグループ9社の共同出資を受けて設立された研究所です。自動車関連技術がメインですが、現在その研究分野は多岐にわたり、エレクトロニクス、情報通信、機能性材料、バイオテクノロジーや環境技術など幅広い研究機関として存在感を示しています。車の世界では急速に脱ガソリン車の流れが進んでおり、政治の力によってガソリンエンジン車の販売が規制されることが確実となっています。新たな車の姿を模索する中で、自動車メーカーの研究開発力はこれまで以上に重要視され、場合によってはメーカーとしての命運を分ける可能性も示唆されます。つまりトヨタ中央研究所の研究は自動車業界の未来を模索するものであり、ユーザー目線で見れば、研究内容を知れば未来の車を予想できるということにもなります。そういった意味ではバッテリーの研究開発は非常に熱いジャンルです。純粋なガソリンエンジンのみの車は姿を消し、何らかのバッテリーを搭載した車、ハイブリッド車や電気自動車がこれまで以上に重要視されることは確実です。そういった車にとってバッテリーの性能は車の性能を左右する要素の一つと言えます。逆に言えば、性能がいいバッテリーを開発できれば車としての魅力が向上するということも言えるのです。車以外にもあらゆるものが電動化することは確実であり、バッテリーのテクノロジーを持つことは非常に重要な要素です。そのため世界中のあらゆる研究機関や企業が積極的に研究開発に投資を行っている分野で、日進月歩でテクノロジーが進んでいます。トヨタ中央研究所がファイバー電池の開発成功。トヨタ中央研究所は2022年11月9日開催中だった電池技術の学会第63回電池討論会で、独自開発したファイバー電池について発表しました。ファイバー電池はトヨタ中央研究所が研究開発を行っている先進テクノロジーの一つです。従来は2次元だった電極構造を3次元化するという画期的すぎる技術ですが、一見するとファイバー電池はほぼ1次元、つまり直径が最大 0.3 ミリのファイバーにしか見えません。このファイバーは大きく3層に分かれ、中心にある負極となる炭素繊維の寄り線、その外側のセパレーター層、そして正極層に分かれます。電池の成分である正極と負極を1本のファイバーに組み入れたということで、ファイバー電池になりました。ファイバー電池の特徴。ファイバー電池の最大の特徴は電極構造を3次元化したという点です。これまでのリチウムイオン二次電池は二次元的で、電池の容量は電極材料の厚みに依存します。つまりリチウムの厚さに電気を蓄えられる量が左右されてしまうのです。このことから、リチウムイオン電池で容量が大きな電池パックを形成する際には、電極であるリチウムを厚くする必要があります。しかし電極を厚くすると、今度は電極中を移動する電子やリチウムイオンの移動抵抗が大きくなり、大きな電流を流すことが難しくなります。
このことは電池としては大きなマイナス要素となります。さらに電池の寿命という意味でも、思うように電流が流れず発熱が大きくなってしまいます。さらに熱い電極柱の活物質を使い切れず、実質的な電池容量が大幅に低下するなど、電池の容量を大きくするための設計は簡単ではありません。ファイバー電池ではこの弱点を克服できるかもしれないという期待が高まっています。糸状の電池を開発した理由。ファイバー状にすることで正極と負極を薄く重ね合わせ、電池容量と出力密度を両立することが可能になるとされます。電池容量と出力密度を両立することは、実はバッテリーの業界では悲願の一つです。ドローンや電気自動車など大きな電力で動かす必要があるものが増えています。そういった機械では軽くて大きな電力を貯められて大きな出力を出すことが求められ、バッテリーはある意味で万能性が求められます。ファイバー電池はそういった要望を満たす可能性がかなり高いテクノロジーといえます。今回のファイバー電池は直径が最大 0.3 ミリで、少し厚手のしっかりした名刺ぐらいの厚さです。この非常に細いファイバー電池を製品に組み込めば、バッテリーのスペースを小さくすることが可能であり、より他のユニットにスペースを割くことができます。これは設計面でも非常に魅力的な部分と言えるでしょう。電池モジュールの体積エネルギーは 1075Wh/L で、従来のリチウムイオン電池の体積エネルギー密度は 800Wh/L 前後と言われており、これまでよりもかなり効率の高い電池であり、実用化されれば純粋に性能面で搭載される可能性は高いです。ファイバー電池の未来。バッテリー分野は今後非常に成長を見込める分野です。富士経済は2022年8月リチウムイオン二次電池材料の世界市場を調査し、その結果を発表しました。電気自動車や電力貯蔵システムなどに向けた LIB の需要が拡大する見通しから、 LIB 材料の世界市場は2022年の8兆9094億円に対し、2025年に12兆2312億円規模になるとしています。内燃機関から電動化へ、あるいは内燃機関を持っていたとしてもバッテリーを持たないということはありえない世の中に突入していくかもしれません。バッテリーから取り出した電力でモーターを回して動力を得るというのは電動化の基本的なシステムです。これが組み込まれるということは、バッテリーの存在感がますます増していくことを意味します。私たちにとって分かりやすいのは車やバイクなどですが、将来的には船舶や潜水艦をバッテリーで動かす時代が来るかもしれません。特に潜水艦はモーターで動かす利点が大きいです。モーターで動かせば潜水艦にとって重要な隠密性を高めることができます。もっと端的に言えば、うるさいエンジンを動かす必要がないため敵に見つかりにくくなるのです。こういった考えはすでに潜水艦業界では取り入れられており、日本の潜水艦にも作戦行動中は基本的にバッテリーとモーターで航行するというものが登場しています。潜水艦は日本の海の防衛力を考えると欠かせない戦力の一つであり、緊迫度が増す東アジア地域の抑止力としての働きも期待されます。こういったことを考え合わせると、これまで以上に電動化に関するテクノロジーがキーテクノロジーとなることは間違いありません。こういったテクノロジーをトヨタ関連企業が開発していることが大きな魅力です。トヨタ自動車は新たな車の形を提案するということを盛んに行っていますが、それは変化する社会の姿を提案するということでもあります。日本の企業が提案する新しい社会の姿、そしてテクノロジーが世界中に伝播することになれば、
ビジネスチャンスとしても有益であり、日本人として誇らしい限りです。ファイバー電池はこれまでのバッテリーの概念を変える可能性も秘めるテクノロジーだと言えます。私たちが手に取るような製品にファイバー電池が組み込まれることも、そう遠い未来の話ではないかもしれません。今後の日本企業が開発するバッテリーテクノロジーには注目していきたいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また Twitter と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。